こだったらいいか。はい。はい。じゃあ、乾杯の温度をよろしくお願いします。祝してっていうのも変ですけど、今日よろしくお願いします。お願いします。はーい、乾杯。乾杯。はーい。まあ、こうやってね、今回の企画趣旨を説明させていただいてる間にも、はい。こう、いっぱいもうすでに案が出てきてますね。そうなの、そうなの。だから、それを僕拾ってるんですけど、拾いきれない。拾ってたらもうね、ご飯が食べれない。そうですね。ご飯いいのよ。ご飯あなたしか食べないよ、多分。ご飯大事。ご飯温めてきたんだから、ご飯大事でしょ。あなたしか食べない。じゃあまあ、話の趣旨をとりあえず進めていきましょうか。はい、お願いします。まあ、わさびが教えるパチスロの楽しみ方、はい、タイトルが長いと不評っていうのももちろんあるんですけど、楽しみ方を教えてない回も結構あるんじゃねえかっていう話もありまして。なるほどね。それは失敗、まあ、確かになってグレてる回いやもうさもう何回目ですか、シャープで言うと。もう結構でしたっけ。今49まで撮影終わってます、はい、はい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 、撮影終わってて、まあ、出てるので言えば45とかそのぐらいなんですかね。確か45だったような気がしますね。45かな。あ、なるほど。で、まあそうだ、うん、この場だからちょっとお伝えしたいんですけども、自粛期間中に新しいその打ってる動画がこれから流れるかもしれないですね、そのピースタイルさん、もちろん乗りますけど、当たり前ですけど自粛期間の前に撮ったやつですから。ピーストライクさんね、編集遅くて全然間に合ってないのがだいぶ追いついてきて、それでもまだストックがね、うん、4個も5個もあるんですよね。本当そう、編集遅くてよかったです。まあそういうね、コメントされる方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、間違ったことしてないので、その流れで載せていくので、まあそれが皆様の楽しみになってくれればなという言い訳じゃないですけど一応そうですっていうことをね、先にお伝えしておこうと。そう、スロット打ってないもの。いや、打ってないですね、本当に。こんなにスロット打たないことない、うん、ですよ。なんなら初めてから一度もないですね。僕もそうですね、はい、基本1日1回は顔を出す人だったので、うんうんうん、それももちろんないですし、そうね、だとにかく情報が入ってこないんで、うん、お店の情報もそうですし、その台の情報も入ってこないし、うん、そう、僕は LINE とかないですけど、パチンコ屋さんのメールは取ってるんですけど、朝来るやつ、夕方来るやつみたいなやつ、それすら1件0件ですよ。あ、そうですか。じゃあ本題にいよいよ入りましょう。番組やりましょう。番組、番組です。今まですいません、はい、雑談と乾杯でした。雑談でした。はい、ちょっとね、後ほどまた皆様にコメントに書いてみたいなことをちょっとお伝えしますので。そうですね、その時にですね、はい、ね、タイトルとか、あ、こういうのいいんじゃないかみたいなのがもしあれば書いていただければ、その時だったら拾えると思いますんで。はい、すいませんが、ちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、さあ、ということで、はい、YouTube のコメント紹介を行っていきたいと思います。お願いします。お願いします。結構ね、今までの番組でついてたやつですね。ですね、今までというか前回、はい、前回の動画です。はい、今公開してる花火の動画についてるのが、わさびさんがタイトル変えたいみたいなこと言ったやつ。まあ、こうやっていただいてるやつ。まずは YouTube に、ついたコメントの方のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、一個一個下の画面に出ていくと思いますので、はい、皆さんも一緒に考案していただければと思います。はい、では、まず、一つ目ご紹介させていただきます。こちらになります。ドン、はい。A プラスわさび、愛の4コマ滑り。うん。うん。まあ、わかりやすい。そうですね。4コマ滑りっていうのはいいですけどね。ただもう4コマ滑りいい、うん、すげえ滑ってますよね番組何がいきなり番組滑ってますよね。4コマ滑りって相当なんか成立してる感じですよね。タコ打ってんのかな。滑りフラグが成立してますよね。4コマ、うん、愛の4コマ滑りですからね。愛のね、うん、なかなか重いですよこれ。じゃあ、まあ略すとしては何ですかね。4すべ。A プラスわさびはその前。ああ、そう。まあそうね。確かにね。A プラスわさびをガンスルーして4すべはちょっとさすがに。確かにな。まあでもなんかこれも、もう今更って感じなんですけど、一応、うん、
この番組ってノーマルタイプを打たなければいけないという縛りはなかったですよね。一応ないです。ね、最初一応ないよね、はい。でもどうせこうなるって感じですよね。まあ、こうなった結果、ね、なんかもうそうせざるを得ない感じになってこうなったっていう、なんかこうとかそうばっかだけど、うんうんうん、そういうところはちょっとありますよね。あの絆2とか打っても別に構わないですし、うん、そうだよね。あの新しく出た版サラ何版だっけ？サラリーマン番長2です。はい。あれを打っても全然構わないわけですから、はいはい、番組的にはですけどね。うん、でまあ、このちょっとあのいただいたタイトルについてコメントいただいてますけど、はい、結局長えとか、面白いけど長いなとか。そうですね。そう。まあ確かに長いですよね。うん。なんか、わさびは滑るってどうですかって思う。大ちゃんさん、わさびは滑るはどうすか。もう4コマとかじゃないんだ、もう。ちょっといいね。わさびが滑るんだ。ちょっといいけど、あの、なんか、まあ、名前は入ってますけど、完全にあの、はい、パチスロの番組かどうか分かんない感じですよね。全然分かんないし、うん、これは何をあれなのかも分かんないな。わさびは滑るっていうのはちょっと面白いけど、そう、滑んなかったらどうすんだろうなと思っちゃうよ。確かに。じゃあちょっと保留しますか。わさびは滑る？そう、滑る。え、そっちを保留？いやいや、でも、なんか滑るっていうワードはちょっと悪くないっす。ああ、なるほどね。滑りたくないけど。滑りたくないけど悪くないなっていう思いはあります。今ちょっと後ろ髪は引かれてますね。これからちょっと次のやついくでしょ。でも俺ちょっと今日まだまだ全然あるから。そう、今から1時間にぐらいですか、うん、まあやらせていただくと思うんですけど。ちょっと待って待って、多分滑るか忘れられないですよ。博士が200円入れました。あ、本当だ。もっと入れろよ。何これ？200円入ったよ。どういうこと？これって。もっと入れろよ。もっと入れろか。これ、あ、これでも博士博士って書いてくれてるから、あの沖さんの番組に博士出てるんですよ。ああ、ね、波川博士ね。沖さんの、うん、さんの番組出てるんですけど、博士ってこう認識してくださってる方も結構やっぱいらっしゃいますね。ああ、素晴らしい。はい、素晴らしい。それはもう本当素晴らしい。200円ありがとうございます。博士ありがとうございます。これをあと15回ぐらいやってくれるそうです。5分に1回だね。5分に1回5分に1回ぐらい、はい、やってくれるそうです。さあ、まあ、じゃあ、こちら、じゃあ A プラスわさび I の4コマ滑りでございました。はい、はい、お次が、次って大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあ次行きます。こちらになります。ドン。はい。A んか、A のんか。まあ、A を押してるね。これ、だからこれにしちゃうともう A です。ですね、A ですよ。これは A です。A ですね。A んか、A のんかってことですね。もう A 以外打ってたらなんでやねんってなるレベル。なるほどね。何を想像すればいいんですかね、ここにね。これやっぱビデオカメラこう担いで。はい。全部。え、そっち？え、そっちは。僕は、まあ似てるけど、僕は、あのなんか大名とかが着物をひらるってやってる。あ、はいはいはい。ような。どっちのやつか。だけどね。ええんか、ええのんかって言って、うん、ほら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 っていう、くる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 みたいな。そうね。やっぱみんな A タイプ。でも結構ね、広瀬くん、結構僕、おっさんなんすよ。いや、結構じゃないと思いますけど、おっさん、ね。いや、結構おっさんなんすよ。はい、何が言いたいかっていうと、はい、A がね、ダメなんすよ。これ前あのちょっとね名前出していいよか分かんないですけど、竹さんね、中竹さんともよくわーわー飲みながら言ってたんですけど、やっぱね40過ぎのねスロー打ちはね、今のノーマルタイプを A タイプって言えないんですよ。ああ、なるほど。 A タイプっていうのは4号機の以前のジャックゲームが3回あるもの、これを A タイプっていう。2回のものは B タイプ、1回のものは C タイプ、ヤマサの Y タイプ、この4つ。もうこれはもう僕の中でなんか親父の小言みたいになってんすよ。お前 A タイプっつうのなーみたいな、もうちょっとこう飲んじゃったら A タイプっつうのなーみたいな。なっちゃってんすよ。まあでも気持ちはわかるな。まあもちこデラックスさんから A んか A のんか、はい、でございましたが、いや、まあ、でもセンス的には相当いいっすよね。おー、確かにひねってますね。確かに。でまあ僕が100ポイントって A を妥協したとして、妥協って言ってるんですけど、したとしても、
はい、もこうタイトルに毎回ええのかええのかって載ってる番組ってどうですか。だいぶ濃くない？だいぶ濃い。だいぶ濃いっすよね。だいぶ濃いね。だいぶ濃い。だって、いいっすよ。じゃあ単発の番組だったら、あいこしよう、単発の番組だったら、まあまあいいじゃないですか。いい、まあ確かに確かにそうですね。これ、まだ50回も150回も続けてこうっていう番組のタイトルが、毎回先がね。ええのかええのんかっていうのをそれ自体がええんかええのか200回言ってくんすよこれから。いいまあまあっすよ、まあまあ、さあ今回のええんかええのんかはいかがでしたでしょうかみたいな。ええんか、いいええのかって言いながらやるわけですよ。毎回そのくだりやんのみたいな。毎回そのくだりやるんだと思いますよ。これさ今回タイトルを変えるのは分かったんですけど、タイトルを変えることによって内容まで変わってくる可能性あるってこと、ね、変わってくる、あるだ。タイトルに沿わないといけないから、ね、それはしょうがないですよ、ね、うん、ありそう。ええのかええのんかって言ったらやっぱそうなっちゃいますよね。ねえ、次行きますか。次行きましょう。次行きましょう。はい、じゃあ行きます。はい、ドン。水戸黄門様から、わさびの風俗巡り。いや、わかるよ。あの、まあ、風俗。いや、全然わかんないです。ほら、まあ、全然わかんない。風営法に基づいてやってるから、パチンコ業界はね。あ、そういうこと。そういうことじゃない。どこに風俗の要素があるんだろうと思って。やっぱ風営法巡り、風営法巡りみたいなもんじゃないですか、だって。いや、そうですか。風営法巡ってますか。風営法は巡ってないな。うん、いや、なんかもう、あの、規制に、ね、あの6号機の規制で、ね、残念な感じな流れに流されてしまった A タイプノーマルタイプ、ね、を目の前にして一生懸命それを、ね、まあ、攻略しようっていうか打ってるのに風俗巡り。名前もやっぱ水戸黄門様の黄門が、あの、菊門になってますからね。あ、そうすか。なかなかの黄門ぶりを発揮されてますから、もう完全にそっちに寄ったんでしょうね。そうそう、なんならもうこれ多分5杯ぐらいいったと書いたでしょうね。でしょうね。多分まだこれまだ1杯目なんで、あの、ちょっとまだあの風俗巡る確かに、ね、脳みそになってない感じなんですよね。あ、すごい。ルエカミさん490円のあ、本当です。入れていただきました。ありがとうございます。タイプ好きで、いつも楽しく見させてもらってるので、お二人の、酒代にしてください。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。どういう銘柄かもよくわかんないウイスキーが、500円ぐらいだったんで、うん。なるほどね。はい。ありがとうございます。俺もうこのレベルだけどね。でかいし、でかいし、格だし。なんかついてるし。すげえ、なんかマシンついてるし。はい、上になんかポンプみたいなのついてる。これなんかナイスパってついてますけど、なんすかスパって、ナイスパって。あ、これなんだ、あ、ナイススーパーチャットじゃないですか。スーパーチャットっていうんですか。スーパーチャットっていうのが、なんか、はい、先ほどの200円ですとか490円っていうのをこう課金していただいてるみたいでして、はい、それをスーパーチャットっていうんですか。スーパーチャットっていうらしいんですよ。すいません、僕も初めてやるんですけど、あ、そうです、おばちゃんみたいな。またいただきましたよ。D ハハさん500円、ドンツーとアレックスに出会わせてもらった俺です。いや、こういうコメントいただくと涙が出そうですね。いやドンツーとアレックス、いや、まさにこれ嬉しいコメントですね。我々の好きな1位じゃないですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、お礼なんて本当こちらこそでございます。どうもありがとうございます。ナイススーパーチャットしていただいた方に何かお礼とか差し上げることとかできないのかと思うけど、やり方が分かんないんでそのままいきま す、ね、500円いただいたから500円返すみたいなね、意味なかったですけど、500円分の何かあげますみたいな。はい、いやどうもありがとうございます。あ、こういう感じで投げ銭っていう言葉は聞いたことあったんですけど、こういう感じでいただけるんですね。すごい。すげー時代だな、はい。女の子とかやったらすごいんでしょうね。7割もらえるの、これ7割いただけるんですか。みたいですね。あの、全部会社の方に行っちゃいますけど。ありがとうございます。チャリン、とんでもないです。チャリンと入っています。チャリン。はいはいはい。ああ、まあでも、そうっすか。あ、ちょっと話、ちょっとそれちゃいましたね。そうです。なんだっけ、はいはいはい、肛門ちゃまだっけ、はい、あ、肛門ちゃまじゃない。水戸黄門様が書いていただいたわさびの風俗巡りです。はい、あの、いいですか、一言。はい。却
下です。はい、じゃあ次行きます。はい、これはない。後ろ髪引かれ、次はこちらです。どん、はい、楽しい攻略実践わさび、略してタコワサ。お、これね、ちょっといいじゃん、ちょっといいなと思ったんです。ちょっとうまいなって思ったね。うん、適当に、まあなんか美味しそうな、タコ、美味しそうなっていうか美味しいですけど、タコワサってつけただけなのかなって、まあ思う人の方が多そうな気はしますけど、ただ、タイトルの下にこう一つずつ楽しい攻略わさびみたいなの入ってれば、ちゃんとわかりますもんね。わさで文字変え、文字の色を変えたりして、楽しい攻略実践わさびみたいな、なんかこうね、見える感じですよね。うん、見える見える。ロゴが見える感じ。はい。うん、これだから、これは来たな。タコワサもいいなと思って。うん、タコワサいいね、ありますね。で、終わった後、ね、あの飲みに行くときにもあのタコワサ用意しとけばいいんですけどね。ネタになるから。うん、悪くない、頭いいねってコメントもありますし。あ、本当に？だってもうタコワサの話でだいぶ、うわ、すごいの来ました。うわ、すごいの来た。何これ、ごめん。食ってた餃子が出そうだった。いや、ほんとだよ。おい、一人で食って。赤 XXX さんですかね。赤バツバツバツさんですかね。1220円、いつも楽しく拝見させてもらってます。どうもありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。すみません、桁が上がりました。いやいや、ナイスパー、ありがとうございます。1220ってすげえな。あのこの間出てたさ、タコワサ良かったよみたいな。ちょっと思ったんですが、あのタコワサにもしなった場合、開くのか。ちょっと待って、すごいのが来た。なんすか。マジっすか。ちょーい、ハイフン、ケーテイクさん。無理しないで、無理しないで。また鏡原来てくださいね。2440円、どうもありがとうございます。すいません、なんかすごい金額いただいちゃって。何これ。いや、ナイスパーですよ、本当に。いや、多分1220円さんの倍ってことですかね。いい、無理すな、無理すな。いくら投げればいいですかっていうあのコメントをね、いただいてましたけど、いや、本当にお気遣いなく、別にそういうつもりでやってるわけじゃないんですよ、今回。全然そんなつもり一切さらさらないし、俺だって変な味出てきたもん。ねえ、俺も出てきた。ちょっと顔赤くなってきました。何も食べてないで飲んでるから、ちょっとすぐ酔いそうですけど、次は4880円からって、あの、オークションじゃないんで、あの、本当にお気持ちで大丈夫なんで。いや、でも本当にそういうつもりで始めたんじゃないか、ちょっと焦りますね、これね。いや、びっくりしますよ。はい、止まりますもん、だって。そんなん、ポンって出たら。うん、だまあ、ね、言い方悪いですけど、いい意味の暇つぶしに皆さんなってくれればと思って始めた、あれですから、動画もなかなか上げにくいですし。なので、はい、あの、本当、ね、今、皆さんも、そのね、お金とかにいろいろ困ってされる方も多い時期かなと思いますし、本当、無理なさらないでください。マジで、それはあのちゃんと皆さん大事に使いましょう。そうそう、いろいろ使い道ありますから。はい、そうですね。ありがたいです、はい、嬉しいですけど。いや、ありがたいですけど、はい。はい、だものすごい石油王とかいたら、もう死ぬほど課金してください。いや、でも石油マイナスになったからね。石油マイナスになった。なったでしょ。王も大変だ。びっくりですよ。あの、石油買ってください、お金あげますから、なったでしょ、今日。そうだ、そうだ。マジびっくりしたよね、あれね。そうだ。そんなことあると思って。あれ史上初のマイナス。あれ、誰も予想できなかったですね。ねえ。ちょっとお酒作る。うん。信じらんないよね、あれ。世界が予想しなかったじゃないですか。そう、世界予想しないよね。さあ、じゃあもう次行きましょう。はい、次行きましょう。でもいい、はい、いい感じでした。タコワサ。いい案でございました。はい。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、では次行きたいと思います。はい、こちらになります。おもわさび。おもわさび。おもがひらがなで、わさびが、カタカナ。そしてビックリマークが2つつく。はい、まあ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 。わかりやすい。まあ、わかりやすいですよね。わかりやすいし、僕これがいいなと思ったのが、はいはい、あの設定とか、そのなんか楽しみ方を教えるぞとかじゃなくて、うん、面白くしてればいいんだと。面白くねえでしょ、俺の動画。不快な思う人もいっぱいいるからね。いっぱいいるかもしれないけど。いっぱいいる。いっぱいいるかもしれない。発言が自由すぎて、不快に思う方もいっぱいいらっしゃるようですから。これはまあ、綺麗な感じで。そう、実にシンプルで、うん、いいですよね。わかりやすいなと思いましたね。はい。あのグランプリ候補として、はいはい、おもわさびのおもが重いって書いてるコメントありますけどね。うまい。
うまい、うまいね。さあ、おもわさびでございました。ロッキーオールハートさんからでございましたね。はい。さあ、それでは次行きたいと思います。うん。さあ、行きますよ。はい。ドン。わさびのパチスロ大学。うん。これまたなんか教える系。これだってもうそんなタイトルになったらもう私あれじゃないですか、もうやってかなきゃいけないわけですよね。どっちどっち教える、あれですよね、教える。今首絞めたんじゃないよ、ネクタイ絞めたんだよ。襟を正したんですよ、ネクタイ絞めて襟正して、うん、教える側ですよね、教授、教授の方。あ、僕教わんの。どっちだろうと思って。え、どっちもできるじゃないですか。はい、だ教授側の立ち位置もありだし。そうですね、わさびさんがなんかこのこう四角い帽子かぶってこうテロンって垂れてるようなやつ、うん、なんか三角形みたいな帽子かぶって垂れてるようなやつかぶって、あ、教わる側。なるほどね、教わる側ね。何を教わりましょうね。だってクリアとか何も知らないよ、絆って面白いっすよっていうのを教わるんですか。いやいや、絆だけじゃなくノーマルタイプだって知らないのいっぱいあるじゃないですか。いやいや、ありますよ。だそういうのを、え、じゃあ教授誰、広瀬君。そしたら僕じゃないですか、やっぱ。今日は生徒、今日は教授みたいな。そう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 、毎回ね、ターンがあるみたいな。それができるかなと思って。うんうんうん。で、お互いに生徒の場合はもうあのパッチガムとか見て、うん。二人で学ぶ。まあそうですね、あの僕スロマガ見てますけどね。いやいや、ダメですよ、ダメですダメですダメです。黄色い画面見てますけどね、いつもね。それダメですよ、いやいやいや、ダメです。大丈夫大丈夫、やっぱパチマガ、パチマガじゃなく、やっぱね、あのパチガ、間違えたじゃん今。間違えたじゃん今俺も間違えた。パチガ、パチマで一緒だから。そうね、パチガブだね、ガブさんをね、はい、あとガイドワークさんの、ガイドワークさんのね、流れなんですけど、あの、はい、スロマガさんのプレミアム回だからね、俺。投げ銭してますから。投げ銭してますから。あの、重宝させていただいてます。だからもう言ってもさ、でも10年も10何年も前からですから。まあそうですね。愛好家ですよ、タシさんとはいえ。はい。なので、あの、使わせてもらってます。あの、皆さんも使いやすい方を使っていただければ。わさびの裏口留学、うまいね。はい。これも僕はあのいいかなと思ってますよ。確かに。はい、ちょっとメモっときますね。で、僕大学行ってないですけど。あ、そうなんですか。はい。そうでしたっけ。はい、高卒です。大丈夫ですかね。大丈夫です。僕あの高卒なんで、僕もすごい高校卒業してますからね、僕。あ、そうですか。はい、偏差値20何とかね。すごいな、愉快な、愉快な、俺多分 4倍ぐらいあったぞ、それの。楽しかったですよ。1年生のトイレは全部ドアがないんですからね。マジか、はい、1年生のドア、トイレのドアつけても、うん、あのすぐ破壊しちゃうんで、うん、学校側がもう1年生のトイレはドアつけないんです、うん、じゃあできないじゃん、大きい方だ。2年になったらできるんです。はい、で、わさびのパチスロ大学でございました。はい、さあ、じゃあ次行きましょう。はい、行きます。お願いします。どん。パト2さんから本気わさび、うん、これは本生と書いて、うん、本気で、わさびはカタカナです。なるほどね、マジわさびじゃなくて本気わさび。本気わさび、あのこれビールのやつですよね、多分。本生って書いて。ああ、そうか。でもまあこれもあれですよね、おもわさびと一緒で結構スッと入ってくるというか。そう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 、綺麗な感じで、うん、綺麗な感じですよね。わかりやすいかなと思いますね。あ、一応個人的な、まあね、こんな俺も何もタイトル案考えてないのにこんなね、わがままばっかり言って申し訳ないんですけど、うん、多少どんな気象を相手にしてそうかとか、そういうのが入ってる方が個人的には好きかもしれないです。あー、なるほど。例えば、はい、名前をもじったようなやつよりも、うんうん、名前が入ってるのもありがたいんですけど。そうですね、ノーマルだったらこう N をこう強調してるやつとか、そういうイメージですか。じゃあ、まあそうですね、あのさっき A タイプがどうこうとか、おっさんがおっさんだから A タイプっていうのは許せないとみたいな話はちょっとしましたけど、それでも A が入ってる方が、逆に言えばその番組のこうコンセプトみたいなのが、うんうん、あ、一応コメントでありまして、まあ、コメント本当ね全然読めてなくて申し訳ないんですけれども。あ、そうですね、いろいろ本当ありがとうございます。
はい、その中でまあちょっと一個ご質問があったのは、まあ、何時に終わる予定ですかっていう質問があったんで、はい、これに対しては、適当です。そうですね、まあ大体1時間から1時間半、はい、あんま長すぎてもねあれなので特に決めてないです。あのだらだらやって皆さんの暇つぶしになって、はい、でこのタイトルを変えるっていう会議が終わり次第やめようかなと思ってます。そうですね、はい、はい、ひむせくんはご飯食べてるからいいけど、僕お腹空いたんだよね。なんか持ってくればいいじゃないですか。いやいや、めんどくさいよ。ここから席外さなきゃいけないじゃないですか。僕はもうこう春巻きとかいただいてるんで、こうやってね。本当だよ。まあまさか俺ね、飲むとは言ってたけど、まさか食べるとも思ってなかったですよ。え、だって7時からだったら食べますよ。いや、もうそうだけど、普通に食べてんな、ほんと。まあ、いや、僕はもうこれがあれば大丈夫です。はい。なるほどね。遠隔だからあれですね。じゃあ、わさびさんこれ食べていいですよとか言えないですからね。あーんってね、言えないんで。あーんってね。なんだよ、それ。おい、気持ち悪いな。はい、わさびの部屋、はい。わさびの部屋っていうのももらってるけど、昔やってたんで、俺、わさびの部屋って番組。あの、実践術の DVD でやってたんですけど、僕が、とある後輩ライターさんの、が、まあ、企画した番組なんですけど、僕がマツコデラックスの格好をして、マツコの部屋のパクリです。あ、トーク、はい、トークです。後ろ暗幕ちゃんと貼ってさ、衣装も着てんだよ。で、ズラもかぶって、はい、で、はい、体重は今より30キロ多い頃、はいはい、に、一番マツコデラックスさんの格好をして、例えばそのなんだろう、実践術の中の DVD の動画を見ながら、うん、ずっとダメ出ししてるっていう動画のやつやってたんですよ。へえ、こんなんダメよこんなのみたいな。そう、やだわーって。え、なんでそんな面白いの今もう一回やんないんですか。いや、しんどくてさ、結構結構しんどいし、ほら自粛中だからまさに今それ。まあね、確かにね、動画見ながらやるのは面白いかもしれない。あ、ネクストゾーンさんから250円いただきました、はい、ありがとうございます。ネクストゾーンさん、ありがとうございます。250円、ありがとうございます。頑張ります。お世話になります。お世話になります。お世話になります。ありがとうございます。お世話になります。はい、次がこちらになります。ドン、わさプロ来ましたよ。わさプロ、お、ちょっとガリさんに申し訳ないですよ。ちょっとガリさんに申し訳ないね、これね。これはね、あの、すげえ、これはね、すげえいいですけど、うん、あの、まずプロじゃないし。え、そこは別に名乗ったっていいんじゃないですか。だってこの自粛期間で2週間ぐらいもっとか打ってないですよ、スロット。はいはいはい、全然、いや、稼働しなきゃとか思わねえんだけど。いや、だってそれはだってみんな同じじゃないですか。スキープレイヤーとかなんかそのね。いや、でもそれを生活の糧にされてる方であれば、多分、いや、稼働できない、いや、でもできない、しちゃダメだ、でもしたいって多分思うと思うんですよ。その辺どうなんですかね、ガリさんとか。今まさに稼働できない風になっちゃってると思うので、いや、ジレンマすごいんですかね、やっぱ。うん、やっぱうずうずしてるんじゃないですか。震えてるとまでは言わないですけど、うずうずはしてるんじゃないですかね。うん、だって僕なんかもう、あつ森やりたい、 FF やんなきゃ、あつ森か FF か。ゲームじゃん。いや、でも飲んじゃった、もう飲んだらもう FF 動かせないみたいな。どんだけ満喫してるんですか、休みを。まあ、ね、まあ、ちょっと確かにわさプロはタイトル的には重いですよね。だってこれわさプロにして、例えばですよ、朝ホール、はい、お伺いしたときに入店と同時に入ってって、はい、アクロス座れませんでした、喫煙所でしりとりやります、これ多分許されないと思うんですよね。このタイトルだったら、いつもこの番組である流れじゃないですか。そう、このタイトルだったらそれ許されないと思うんですよね。許されないよね。うん、でちょっと重いかなっていう気がする。確かにね、なんかあの番組に全然この番組と関係ないんですけど、わさびがのぶたみたいに、わさびがプロデュースみたいな、内容の番組であれば、わさプロってなんかいいかなと思うんですけど。うん、ああ、なるほどなるほど。このプロならね、うん。うん。そのプロならいいんですけど。このプロは多分ちょっと違う、うん、あのガチの方のプロですもんね。そうですね。プロ意識的な意味のプロっていうのは、ちょっと今の僕には重たいのかもしれないですね。うん、はい。なるほど。わかりました。
じゃあ、ね、次行きますか。はい。じゃあ次行ってみたいと思います。はい。わさびのおはえもん。もうダメでしょ、これ、もうこの時点でダメですよね。これもうさ、教授に怒られるやつじゃないですか。もうすぐ怒られるやつです。これですよね、大学教授に怒られるやつじゃないですか。これです。結構角度むずいですね、はい、これね。はい、はい、じゃあ次行きたいと思います。はい。ドン。わさび流スロ堪能術。おお。ちょっとまあ、漢字が多く、なんかなんだろうな、仰々しい感じにはなりましたよね。わさび流スロ堪能術。まあでも仰々しい感じではあるけど結構いいっすよね。あら、うん、ん？あ、ガリさん、ガリさん、え、マジでガリさん、ちょっと何してんの。え、これ500万円ですか。違うか。いい遠慮なく。いや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 、今月は地元稼働はゼロですが、今のところ稼働欲よりも、自粛感の方が強いです。これちょっとすげえな。あのオールナイトの時もガリさんには生放送お世話になりましたけれども、こんなところでも500円お世話になってしまいました、うん、ガリさんどうもありがとうございます。すいません、ガリさんありがとうございます。ちょっとじゃあリツイートもお願いします。はい、お願いします。気づけば368人、ね、ガリさんもちょっとね、ガリさんもだ、来月再来月、はい、あのみんなで撮ってるやつあるじゃないですか。ああ、はいはい、ガリバサビさん。あれもね、どうなるのか分からんですからね。そうですね、ね、ここ見てくださってる方がご存知か分かんないですけど、私、ガリさんとスロマンっていう漫画誌の方ですね、ガイドワークスの方の DVD で、はい、ガリバサビっていう番組やらせていただいてまして、まあ、いつもいろいろと楽しいことやらせていただいてるんですけど、まあ、そうですね、次回どうなるのかな。あ、おっさんずラブが始まるって。俺らはおっさんずラブみたいな感じだよね。なんで？わかんないけど、あーんってしてたじゃん、さっき。あーんってしてたじゃん。やるやる、いくらでもまだ餃子もあるよ、ほら。餃子もあるから、餃子、あーん。なんだよ、これ。やめろ、唇見てんじゃねえかこれ。唇見てんじゃねえか。しょうがないじゃないですか、餃子なんだから。カメラマンさんは花火人さんでございます。カメラ、僕とあともう一人、ヤーマンってやつですね。そうですね。はい、二人に撮っていただいてますけれども。ねえ、次回もね、どういうふうな形で収録できるかちょっとわからないですけど。いや、本当ですよ。まあ、うん、なんかうまいことできればいいですねっていう感じではありますけどね。そうですね。まあ、うん、今、どんな動画を撮るんであれ、なんだろう、最善を尽くしてというか、できる範囲のことで、うんうん、やってますんで、まあ、戦い目で見ていただければなと、まあ、とりあえず思いますと、はい、いうところはございますけれども。じゃあ、さあ、とりあえず、こっちの流れですよ。わさび流スロ堪能術。スロの部分を例えばノーマルとか A に変えるとか、そうそうそう、そうなんか改変したりしてね、そうそう、みたいなのもいいかもしれない。堪能術って結構いいかもしれないですよね、うん、あ、堪能術が引っかかりました。堪能術はちょっといいかもしれないですね。今ね、わさびさんが引っかかってるのが、うん、滑りと堪能術、うん、滑り堪能術、滑んない機種打てなくなる、おかしくなっちゃう、もうそれはおかしくなる。タコワサ堪能術とか面白いけどね。それもう居酒屋行ってるだけ。どうやったらタコワサうまくなるかみたいな。ただ飲んでるだけですよ。ちょっといただきます。はい、まだありますもんね。まだ全然あと10個以上ありますよ。そうそう、なのでちょっとペース上げましょうか。そうですね、はい、ちょこちょこ上げていきましょう。ペース上げていきましょう。はい、はい、じゃあ次行きます。はい、ドン。わさびのパチスロわびさび。おう、わびさびは僕はいいなとちょっと思ったんですよね。なんだったらわさびのパチスロいらないかもしれないですね。あ、もうわびさび、わびさび、うん、わびさびって言葉いいよね。そう、うん、俺いいなと思って。だから日本人のね、心へのわびさび心みたいなのがし、そうで、あの日本が誇る文化の一つですから、うん、そうそう、スロットっていうのはパチンコスロットっていうのは日本が誇る文化の一つですからね、はい、そこにわびさびって言葉を当て込むのは非常にしっくりきますよね。いい、うん、僕これ、うん、わびさびのポイントはいいなと思った。 OK、 わびさびじゃあちょっと持ってきますね、うん、候補で、うん、さあじゃあ次行きたいと思います。はい、お次はこちらになります。どん。わさび散歩。わさび散歩、うん、うん、わさび散歩も本当ね、結構皆さんいいタイトル送ってきてくれるなと思って、はい、グッとしちゃったんですけど、わ散歩、わ散歩、和散歩、
一人わさびっていうのやってまして、DVD。ああ、はい。なんか、散歩と一人って、なんとなく若干かぶる感じが。はい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 。ちょっとしなくもないですね。ただ、わさび散歩っていうのはいいですよね。ただ、散歩っていうほど、いろんな地ってそういう意味じゃなくて、いろんな機種を巡ってないですよね。そう、そこなんですよね。いつも井の頭公園を散歩してるよね。そう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 、井の頭公園にある遊具を遊んでる感じ。そう、そう遊んでるよね。うん。そうなんだよな。分かるんですよ。石神井公園があるのは分かるんだけど、分かるんだけど、まあ、井の頭公園だよねっていう。そうだよねって、いつもそうそうそう、そうなってますよね。だからあんまりこう、そう、響きはすごいですよね。和散歩、わさび散歩。うん、響きはすごい。うん、じゃあちょっとこれは一回保留ということで。そうですね、もうちょっと僕はパチスロに対する向き合い方が花火師さんみたいであれば散歩っていうのはなんかいい気がするんだよね。ちょっと打ってみた、ちょっと打ってみた、なんか面白そう、ね、ね。そうですね、僕はもうしっくりきますけどね、散歩してますからね。うん、うん、そうそうそう、散歩しかしてないぐらい。さあ、じゃあ次行きたいと思います。はい、ドン、わさび通これちょっといいね。うん、俺もね、すごく分かりやすいなと思って、はい、これでもタイムリーに今花火通が世の中にあるから。そう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 、そう、実際「花火」ってアルファベットで書くと「わさび」ってアルファベットで書くのは、うん、やっぱかなり近いんで。ああ近い、相当近い、近いんですよ実は。そうそうそう、通なのか分かんないけど、通な人に見てほしいという思いはまあ多少ありますからね。そうなんです。だからどんだけグレててもいいじゃないですか。わさび通だから。うん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 。これちょっといいぞ。わさび通。ただ世の中に花火通がなくなった時になんだこれってなるのかな。そう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 。そうそうそう。それは、ね、それはある。うん、ってことはずっとわさび通とか言ってるとええのかええのんかみたいな流れかな。ええのかが出てきましたね。いつまで言ってんのみたいな流れ、その時またこの会議開かなきゃいけなくなったりするんじゃないですかこれ。そろそろわさび通やめるかっつって。そう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 。まあでもわさび通は僕結構いいと思うんで。うん。僕のノミネートでちょっと残したいなと。うん。これでも結構いいな、これ決まるこれ。まあ、今回だからこの上位のものを残してまたちょっとこう打ち合わせしてもいいじゃないですか。そうですね。いや、はい、だったら僕やってないから、広瀬君のツイッターで投票してもらってもいい。あなんかありましたね、アンケート機能みたいなやつ。そうだね、でもその投票の結果わさびの風俗巡りになったら困るんだけどさ。なるのよ本当に、ツイッター民はみんな遊ぶから。はい、コメントに今わさび痛風って書いてますけど。まあ大丈夫です、僕痛風じゃないです。まだ大丈夫、まだ大丈夫、期限は期限はです。はい、あと八百屋小勝さんですね。はい、はい、じゃあ次行きたいと思います。わさびストわさびストね、ちょうどコメント書いてますね。はい、はい、なかなかいい、はい、さあじゃあ次行きたいと思います。はい、次お願いします。ドン、わさぴー。わさぴー、あ、ピーストレックのピー、P はカタカナなんで、わさはひらがな。おお、語呂はいいですよね。確かにね、語呂はいいですね。わさびわさび通に似たぐらいの、わさび通レベルの語呂の良さはありますよ。うん、わさ P は、うん、ただあれですね、やっぱりそのさっき言ったパチスロのどういうところをどう見てもらう番組かっていうのはちっとも伝わってこないですね。ちっとも伝わってこない。うん、もうカキピーと変わんねえもんだって。カキピーは伝わるじゃん。あ、カキピーは伝わる。失礼したわ今。カキの種ピーナッツだから。もうこれわさピーただのあだ名ですよこれ。うん、あ、わさピー何やってんの今っていう感じですよね。もう、そうそうそう。ちょっとなんかもうヤンマピーとかに申し訳ないから。コメントに今マンモスわさピーって書かれてる。いや、やめろ。やめろそれは、ちょっとさすがにやめろ。僕大丈夫だから、うん、こうなるぞ、プンプンってなるぞ。それ違う、それ佐藤玉穂じゃないの。それ違うけど、古いな俺ら。さあじゃあ次行きたいと思います。マンモスわさび良いって書いてる。煽るな煽るな良い、煽るな煽るな。さあじゃあ次行きたいと思います。はい、こちらになります。ドン、はい、ひねくれわさびの捉え方、略してひねわさ。
ひねくれてますからね。ひねくれてますね。この辺からひねくれてますからね。もうね。うん。いや、映像上はね、やっぱその、あまりにひねくれてる部分は、あの、我々がね、はい、自粛させていただいてるんですけど、一生懸命一生懸命買って、この長さだったら多分このぐらいになってるからね。全部切られてる、ここ。僕ね、ちょっとひねくれわさびの捉え方ちょっと面白いなと思った。確かにね、ちょっとひねくれたこと言ってそれ使っちゃったらもうすぐボンってなっちゃうからね。でも逆に言うと、ひねくれわさびの捉え方だったら、はい、もっとひねくれてる部分を出してもいいんですよ。じゃあまだまだあるんで、じゃんじゃんいきますね。はい、はい、じゃあ次いきます。ドン、これ出ましたよ。わさすろ30、13。じゃんもう、あ、もうこれ絶対ダメですね。ダメだね、これね。くれた人からもダメって言われるかもしれないですね。ダメって言われるかもしれないですね。はい、500円くれた人からも、これはちょっとないんじゃないですか、わさびさんってなるかもしれない。もう500円くれた方のさらに上の怖い方から連絡来るかもしれないんでね、これは。来るかもしれないですね、はい、ちょっとこれどういうことなのかなっていう。ちょっとうちの同行なんじゃないのみたいなね。サムネイルとかもね、あの、わさびさんサングラスかけていただいて、はい、こうなんか、車に構えたサングラスかけていただいてね、あの、そうですね、うん、はい、ノーマルタイプとの付き合い方、2019みたいな、なんかそういうのになったりしてね、はい、なるかもしれない。はい、これは怒られるんでダメです。はい、そうですね、はい、面白いですけど、ちょっと厳しいですね。はい、はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、次はこちらです。ダン、わさびの今日は台取れるかな。いや、この番組、あの、よく見てくださってる方お分かりかと思いますが、私朝一台取れないこと多すぎましてですね、うん、花火2しか空いてないんだもん、いつも。いや、ちょっと待って、あの、さっきのわさプロ13、はい、ガリゾーさんがですねコメント書いていただいて、どうぞどうぞって来てますけど、はい、ちょっと待ってよ。やめてくださいよ。ダメダメ、ガリさんから5出てます。ダメです、わさびの、はい、今日は台取れるかな。もう取れたら番組終わるじゃないですか。出落ち出落ち。取れなかったらしりとりやるだけじゃないっつって、今日は台取れました、うん、イエーイ、お疲れ様でしたっていう感じね。え、だって取れない時いつも喫煙所の、あの広い喫煙所でワイドショー見てるもんね。見てますね。見てるね。だって絶対向こう30分は開かないじゃない、うん、短く見て30分は開かないから、うん、で、あの喫煙所から見えるのが、あの、なんだっけな、ゲッターマウスとサンダーが見えるんですよね、うん、確か。そう、それ以外で見えないからね。それが見えないんですよね。でもう毎回ね、こうフラフラしに行くのもね、ちょっとお客さん不快にさせるかもしれないと思って喫煙所にいますけど、そうそうそう。でもこれありがたいことに、その回を重ねていくごとに座れなくなってるっていうのは、うん、うん、やっぱりこの番組をね見てくださる方の多さと、うん、あとはホールさんが、うん、しっかりとやってくださってるというか、舞台を整えてくれてるって言えばいいんですかね、今ちょっと言い方難しいですけど、そうですね、そういったとこはやっぱありますよね、うん、すごい稼働になりますからね、朝本当に埋まるんでね。まる前日の夜にわさびさんと例えば酒飲みながら、はいはい、あ、明日はこれ面白そうだからやってみようよみたいな話をすると、はい、大概座れないですもんね。座れないですね。で、特に例えばですけど身体が入った時なんかは取れないですね。だからその身体は僕打ちたいとかじゃなくて、やっぱなるべくその新しい情報をなるべく早くお伝えできればって思うじゃないですか、うん、まあ、情報って言ったって全部僕が自分で打った感想とか打って見つけたこととかばっかりで、解析がしっかりしたものをお伝えできるとかそういうんじゃないんですけど、うん、でなるべく早くお伝えしたいんだけど100取れないもんね。最近グリーンピースさんでやらせてもらえるようになったじゃないですか。そうですね、はい、そう。で、まあ、ビンマックスの回なんかちょっと古いのになってますけど、新しい量が出たら、うん、これからは多分グリーンピースさんで打ちます。さすがのグリーンピーでもやっぱ2時間ぐらい並べば取れるんで。そうですよね、うん、うん。それはやっぱね並ぼうとかなと思ってましたけど、まあいろいろとねこういうご時世なもので、うん、なかなかね、できなくなっちゃってますけれども、はい、はい、ですね、はい、はい、次行きたいと思います。はい、はい、
我が家杉んさんが教えるパチスロの楽しみ方。おっと、あ、これはよく言われましたよ、ね、昔似てるって。いやでもさ、俺似てると思うんすよね。でも痩せてなんかどん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 似てなくなりましたよね。はい、そうかもしれないですけど、そうですね、僕の親戚が、はい、おじなんですけど、が我が家の杉山さんにそっくりだったんですよ。マジで似てたよ。逆に、まあ、僕とも似てましたけど、僕以上に似てて、はいはい、本当にそっくりだったんですよね。で、まあ、僕も実際当時すごい似てると思ってました。あ、確かに似てるって。だってすげえコメント、うん、一番初めの方かな、なんか結構コメントであったんですよ、はい、なんか例えばね、あの花火師さんとかはある程度見慣れてたじゃないですか。そうなるとあんま意識しないのかもしれないけど、例えば初見の人が見たら、あれそっくりじゃねってなる。でもね、やっぱ ね、 ね、そういうとこあるでしょうね、はい、ただまあこのタイトルに変えると結果的にあの教えるパチスロの楽しみ方全部一緒になるんで。あ、そっか、はい、結果これ俺いじっただけじゃん。これはいじられただけですね、結局いじ、はい、今結構真剣に言ってたけど俺今いじられただけじゃん。いじられただけです。言わせねえよ、ね、お前。はい、言わせねえよ。いただいたんで次いきます。はい、はい、はい、じゃあ次はこちらです。はい、ドン、ワーストっていうのかな、 WOST。 ワースト、何の略かが分からない。わさび教えるスロット楽しみ方。わさびが教えるパチスロの楽しみ方。ワースト、なんかわさびが教えるパチスロの楽しみ方。イエーイ、イエーイ。なんだそれ。なんだよそれ。まあまあそうっすね。あ、ごめん、画面倒れた。ちょっと待って、台を支えてるものがね滑った。はい、じゃあ次いきます。ドン、 B 君が行く。イエイイエイ。おい、ちょっとイエイイエイじゃない、エイエイだからエイエイ。あのね、これそこ間違えちゃダメ、わかんないですけど、まあ、知らないですけど、閉店くんいらっしゃいますよね。はいはい、あの閉店くんが行くが、まあ言ったら言い方悪いですよ、流行る前、うん、閉店くんが行くをやってました。あの方が流行る前ですね、Pマートさんでやってる時、僕あの全然知り合いで普段カメラとか回していただいてたりとか、いただいてたカメラマンさんだったわけですよ。はいはいはい、閉店さんは。で、閉店くんさんがそのまだその世の中でわーってなる前に、僕あの閉店くんが行くにちょいちょい出させてもらったんですよ。え、マジですか、俺と知らない。え、知らなかった、言ったことなかったっけ。で、その時あのタイトルやっぱちょっと変わるじゃないですか、閉店くんが行くじゃなくてみたいな感じで変わるじゃないですか。その時あの B 店くんが行くっていう名前でやってたんですよ。マジっすか。はい、何度かチャレンジさせていただいて、で、あの10分間、閉店前の10分間の間にコーラス当てて、うん、っていうのや、よく俺鬼武者とかで ART まで入れたからね。終わり10分とかに。そう、すごくない？それはすごいし、確かに記憶なんですけど、それはすごいし、絶対取り切れねえし。まあまあね、最低50秒ですからね。そうそう、鬼武者。そう、何回か出させてもらってるんですよね、閉店さんに。非常にお世話になってます、講師ともお世話になりました。あのわさびさんが当たって、うん、うん、例えば鬼武者でボーナスを引いて、ここどこだっけ、何々店、いい店だね、えいえいって言ってたこともあるんですか。いや、覚えてないけどあるかもね。えいえいまでパクったことか分かんないですけど、閉店くんにカメラを回してもらって、絵的には回させて、こうやって引くんだよ、この野郎ぐらいな感じで B 店くんが出てきてやってたみたいなノリだったような気がします。その映像まだあるんだったらね、ぜひ皆さん YouTube で検索していただいて、はい、Pマートさんの昔の動画にもしかしたらあるかもしれないんで。そうですね、僕もちょっと見るんだ。我々もよく出演させてもらってました、 S1 でも当時カメラやってくれましたねって書いてくださって。そうなんですよね。あらららら ら、はい、もともとカメラマンさんなんでね、演者さんとして人気が跳ねましたけども、僕が映像とかやり始めたきっかけというか、その YouTube 上で番組やって、こういう風にやったら面白いんじゃないっていうのの一番初めが閉店くんでした。
そうですよね、 YouTube との、まあ、先駆け的な本当にそうで、はい、存在ですからね。まさにおっしゃる通り、うん、これは面白いと思って、そうですね、何か YouTube でできないのかって番組なんかいろいろ探してやろうっていう時にやっぱ、はい、で、あの平天君の動画とかすげー見て勉強しましたね、はい、はいはい、なの で、まあ、あの YouTube の大先輩である平天さん、平天君さんのものをパクるわけにいかないので、はい、却下、却下、はい、じゃあ次行きたいと思います、はい、はい、次はこちらになります。ドン、わさびあえ。おお、あえるかって言うとやっぱ混ぜる、まあこうですよね、あえるわけだから、はい、まあ、ノーマルタイプ、例えば花火であれば、はい、花火とわさびさんを会えるってこと、はい、その打ってる台と会えるってことなのか、はい、そうなんですかね。40代のおっさん2人でこんなに喋れるってすげえなってきてましたよ。もう3時間とか4時間ぐらいずっと喋ってますよね。だから今そういう話してたんですよ。いつもね、飲んでたら 4,5 時間ぐらい平気で、さすがにもうそろそろホテル行った方がよくないですかってなるもんね。そうですね。で、じゃあホテル戻ろうっつってお店出たら、うん、帰りのコンビニで酒買って、うん、そう、また買ってるって、そう、はい、また部屋で飲むみたいな感じで、そう、結果だから2時とか3時とかまで飲んで、はい、翌日もうお互いあの二日酔いの状態でスタートみたいな、そう、うん、よくある。だからどっちかが無言の時あるんですよ、収録でね。はい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 、どっちかが無言の時は、あ、どっちかが、はい、あのほとんど機能してないと思ってもらえれば。そう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 。でも俺思うけど、機能してないの大体あなただよ。あ、そうですね。俺機能してないことあんまないよ。あんまない、あんまない。わさびさんが機能してない時は、あのはい、トイレにこもって出てこない時ですね。そんな時もあるか、たまには。たまにある。お腹痛い。ありますね。はい。さあ、じゃあ次に行きたいと思います。はい、もうあと残りが、5個ぐらいですね。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、じゃあ次行きまーす。はい。どん、これまたかぶりです。わさぴーはわさぴー。カタカナで全部でわさぴーか、ひらがなでわさぴー。なるほど ね、うん、うまうまさんからもうかぶりましたね。じゃあまあ先ほどのと同じという感じで。そうですね。はい、ね、トライさせていただこうかなと。トライさせていただければと思います。はい、そうですね。ありがとうございます。はい。プンプンじゃねえや、だから。はい。さあ、じゃあ次行きます。うん。はい。ビースロ。お、うん、これなかなかいいんじゃないかなと思って。ワースロっていうのもいいね。ああ、はい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 。わさびのビを今回取ってますからね。うん。ビースロは俺結構ね、タイトルとしては分かりやすいなと、ね、で勢いがあるんですよ、ビースロ。あるね。いや、それでもさ、ちょっと違う意味の勢いも感じるよね。すげえボーナス連チャンしそうじゃない B の、そっちの B、 B、 いや、そっちの B を連想するやつはもう今いないですって。あ、そうそうっすか。いないですよ、まあ、多分世の中にもう存在しないんでね。しないでしょ。 B ものっぽいじゃん。だってそっちの B を連想するやつは本当にあの我々の年代なんで、うん、今プレイヤーの方たちが多分ビースロでその裏っ返ってるのを想像するのは、うん、俺は多分ないと思いますけどね。そうか、うん、ビースロ俺意外といいかな。綺麗。なるほどね。なんかちょっと画面切り替えの時にビースロとか毎回入れなきゃいけなそうですね。ああ、でもそんなんだって3、4パターン取っとけば、あともう繰り返しでこう。まあ確かにね。じゅんぐりじゅんぐりやっていけばいいんですよ。そうっすね。B ってこうやってやればいいんだ。こう。そう、だってうちのあの、わさびが教えるパツロの楽しみ方の、はい、あの、サムネイルのわさびさんの写真。うん。あれもういつ撮ったやつよって話ですよ。だってなんだったら、結構ホールさんのね、ポスター貼って OK なところにあるその洗剤とかもまだ30キロ以上多い時のとか使ってるところとかもあるんだね。あ、たまに見ますよね、うん、ものすごい古い洗剤写真の、うん、あとなんだったらもっとすごいのは S1 グランプリ優勝した時の写真使ってるとかね。十何年前っすよ。まあありだなと思うんで、じゃあ一回ちょっと候補には挙げときますね、はい、うん、ビースロ。わかりました。
はい。少々お待ちをメモります。じゃあ次行きたいと思います。はい。行きます。ドン。わさしみの方。わさしみ方ですね。あ、僕はこれ楽しみ方。楽しみ方をわさりしてるって感じかな。そうか。これごめんなさいね、皆さん YouTube 見てる方、あのわさしみの方になってますけど、のを除外していただけると。そうですね、はい、わさしみ方でお願いします。本当あの僕の方で最初に言ったったのはわさしみ方になってます。お刺身みたい。お刺身みたいはちょっと可愛いけどな。うん、お刺身って言い方可愛いよね。刺身とかじゃなくてお刺身っていう人いたら、なんか男でお刺身っていう人いたら可愛いよね。よ、日本語ってやっぱ語がつくと可愛くなるパターンあるんですよ。あるね、うん、お刺身もそうだし遊戯もそうなんですよね、うん、遊戯お遊戯、ほらお遊戯はだってもう幼稚園とかで踊るやつじゃん。でも遊戯って僕らが聞くと、うん、街道式遊戯機とか技ね、技になっちゃう、ね、技の方でしょ、はい、うん、でもお遊戯って聞くと技じゃなくなったりする、うん、お刺身、あ、お刺身じゃない、お刺身じゃない、わさしみ方ね。わ、ちょっと今まで、まあ、ね、ノミネートしてるタコワサとか、うん、わさびのパチスロ大学とかに比べるとちょっと弱くなっちゃうかなっていう気がしますね。まあそうですね、うんうん、これが最後ですよね。ですね、もう一個追加で、はい、ツイッターでいただいてたのがあの、これじゃあ、はい、いきますね、はい、ロミックスさんから、はい、わさびスト研究室、わさび、花びスト合体、わさびストってさっきもあのコメントの方にもありましたけど、はい、の研究室と研究室、まあまあまあ、ちょっといいですね。なんかいろいろできそうでは、まあなんか番組として略される時は、うん、わさびスト、わさけん、わさびストでしょ、わさびストなのかな、わさけんじゃないですか、わさけん、いやでもわさびストですよ多分。ああ、やっぱ上取ります、上行くでしょ、うん、でこれわさびストになったってことはこれから広瀬くん二日酔いしてる場合じゃなくなるよね。そうですね。完全に気を抜いて気を抜いて後ろにいられないわけですよね。うん、はい、今聞いてたとかそういうのダメだよね。全然聞いてないっすってこと、うん、そういうのダメになっちゃうよね。なんでしたっけみたいな、うん、そうそう、もうあのね、演者と一対一で行かないといけないからね。あ、それはよろしくないですね。結果出ましたこれ。それはよろしくない、それ言われちゃうとダメだ。わさけんみたいな略され方するんであれば、まあ、そんなプレッシャーもかからないかもしれないですけどね。ああ、ちょうどロミックスさん今いらっしゃってコメント書いていただきましてね、はいはい、ありがとうございます。さあ、わさびスト研究室どうですか、ノミネート入りしますか。これはそうですね、研究室っていうところの響きはいいですよね。ああ、じゃあワードとして入れときますか。どちらかというとだって大学より良くない、まあ、まあ研究、まあ確かにな。そう、例えば新しい台を打つときとかってよくコメントとか注釈で僕はよく言わせてもらうのが、全部まだ初打ちでこうだと思ったことを言ってるだけなんで、間違ってたらコメントのお願いしますとか、あ、確かに確かに、ガセりましたよとかよく言うじゃないですか、うん、ガセりましたよとか書いてくださいとか、うん、だから大学じゃないんですよ、大学の教授。そうか、そうです、ね、だったら正しいことをお伝えしなければいけないけれども、僕はそればかりが面白いとも思わないので、うん、みんなで考えてこそ、みんなで見つけてこそのやっぱノーマルの制御だったり道目だったりするのかなっていうところがあるんで、うん、研究所ってないよね。これじゃあいただきますか、ワードで。そうですね、わさびスト入れちゃうとやっぱ僕がほら演者みたいな感じになっちゃうんで、ほらね、ニッパチぐらいだったのがピンピン人ぐらいになるからね、それは良くないんで、はい、あとほらワッキーとかも撮ってくれてるんで今。あ、そうかそうかそうか、そうですね、そう、はい、そうするとわさびストなのにビストいないになっちゃうんだね。ああ、そうだ、よくね、わきくんもひょっとしたら見てくださってるかもしれないですけど、わきくんね、たまにあの方花ビストさんですかって言われてるよ。そんなでかくねって言っといてください。190ぐらいあるからな。めちゃめちゃでけえからわき、そうよく言われてるよ、これマジでマジで。じゃあそれもし次もしあったら、はい、あの方花火人ですって言っていただいていいですか。
そうだね、はい、花ミストです。で、それワッキーにも言っとくんで、何か言われたら、君はそこから花ミストになってくれるんですって。はい、で、今、三輪、もう一回、見直してみますと、うん、ノミネートされてるのが、うん、タコワサ、はい、オモワサビ、はい、ワサビのパチスロ大学、はい、ワサビのパチスロワビサビ、うん、ビースロ、うん、ワサビ2、うんうんうん、の6個がとりあえずタイトルとしてノミネートの後に、ワードとしてノミネートされたのが、うん、滑り、うん、堪能術、うん、わびさび、うん、研究室、うん、タコわびさび滑り研究所みたいな、そいやだな、別に全部使えないでもいいじゃないなんで別に余すことなく使おうとするんですか。そんな分かんないですけど、なんかどれがいいのかもなんかこう選びきれなくて、わさびストでよくないか。確かにね、まあ、1対1になりますけどね。わさびのパチスロ研究室かっこわさラボ、わさラボ、おお。さあ、わびさび研究室結構来てますね来てるね。もうウーバーイーツとかなってきてる何か運んでる。今来た、乾杯。ああ、乾杯、お疲れ様です。いただいてます。もう3、4杯目ぐらいです。氷がない、まあいいやこれいいね。わさびの人生4コマ滑り。4コマじゃ済まないよキングキャメルぐらい滑りますからねそう、19コマぐらい滑ったね。ぐーん、まだ1回でしてないぐらい。そうですね、1回でしたらパッて立つからパッて立つまあ一応今まであったものを組み合わせていただくか、なんか踏まえた上でつけていただくとありがたいですね。そうですね、でもまあね、わびさび研究所が確かにちょっと多いですね今僕の中で。最後まで残ってるのが、はい、わさび通が一つと、はい、わさびのパチスロ研究室、はい、かな。わさびさんの中は、僕はわさび通悪くない、うん、わびさび、うん、わびさび研究所研究室、まあそれはどちらでもいいんですけど、はいはいはい、わびさび研究室ね。じゃあ、あら、ちょっと待ってください。ドゥアパンチ佐藤さん250円。ああ、ガリさんが聞いてるんだろうが、この酔っ払いジジイどもがって書いてあります。何だろう、ごめんなさい。ごめん、ガリさんごめんなさいね。何聞いてた？はい、じゃあ遡るね。ガリさん、すげえ怒ってますけど250円入れてくれました。ありがとうございます。すいません。お風呂が沸いたので入っていきたいんですが、これはアーカイブ残りますか？あ、残ります。でですね、一応今動画の収録を同時にやってるので、はい、走らせてるので、はい、軽く編集したバージョンになりますけど、後ほど公開させていただきます。はい、すいませんね、本当250円のコメント入れていただかないと僕ら気づかないっていうのも本当申し訳ないですけど。いや、本当ひどいですよね。これはひどい。これはちょっと次回に持ち帰らせていただきます。はい、持ち帰らせていただきます。持ち帰らせていただきますんで。はい。はい、じゃあこれを。Pストライクさんのツイッター上かなんかで、そうですね、であと、はい、僕のツイッターの方がいいのかな、ちょっと分かんないけど、そうですね、すいません、なんかこんな私的な話ばっかりでこんなにコメントいっぱいお付き合いいただいて、2人で決めるんだったら配信いらねえじゃん。一応でも皆さんがわびさびがすごい強かったんでそうですね、はい、はい、それを今引っ張ったところでございますけどね、はい、申し訳ないですね、はい、申し訳ない。なので、はい、まあこんな感じで今回ちょっと自粛期間中に生放送一発目やらせてもらいましたけど、また今後もちょっとね続けていければ続けていきたいですね。一応ですね、はい、テロップでご用意させていただいてるのが、はい、こういった感じです。はい、ドン、次回何やりましょうか会議、はい、今出てますね。そうですね、次もし何かやるとしたら何やります。そうですね、飲み会に誘ったら何人来るかって書いてくださってる熱烈ファンがいますけど、それはねやろうと思ったんすよねまあ何の話してるかは分からない方もいらっしゃるかと思うんですけど、企画でやったんですよ、僕がいきなり当日飲み会に後輩を誘ったら何人来るかっていう企画やって、3人しか来なくて最悪ですよねその動画があるんで、
あの YouTube にあるんで見てください。ありますあります。あのバズ言っちゃったよネタ。ね、言っちゃったけど。やってます。で、あの秋元の秋山くんが出てくれて、はい、非常にあの大活躍してくれてね。はい、そうですね。まあなんか、ね、ここのコメントでこういう話していて、まあただ単純に飲んで話してみたいのが、それでいいっていうんであればそれもいいですけど、そしてあのコメントにもいただきましたけど、次はもう少しコメント拾ってくださいっていうのありましたあれですけど、確かにそうなんで、あの今回ちょっとあのいろいろともともといただいてたものを紹介するのがメインになってしまったんで、申し訳ないです。そうですね。次はね、はい、コメント拾いながらもっとたくさん会話が、コメント拾う会も、できればなと思ってます。はい、そうですね、そこメインにやれたらなと。みんな今あの Zoom の生配信っていうのは非常に増えてるんで、はい、はい、いろんな方が Zoom の生配信やられてるので、はい、皆さんね、自粛期間中暇だと思うんですけれども、こういう生放送とか見ていただいて、はい、ご一緒にお酒でも飲めればなと思ってますんで、はいはい、またぜひ、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、ご視聴よろしくお願いします。それでは本日はありがとうございました。はい、一回こちらで締めたいと思います。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。